はい、こんにちは、ピカですけどね、ドリフトラジコンやっていきたいと思います。最近のね、ドリフトラジコンすごいんですよ。何がすごいかってね、このドリフトラジコン昔はね、四駆だったんですよ。今はね、二輪駆動、リア駆動なんですよね。リア駆動なのにドリフトできるってすごいのよ。その秘密がテクノロジーにある。どんなテクノロジーかっていうと、見えるかな、ここに入ってるんだけどね、これジャイロ。なんとこのドリフトラジコンジャイロ制御なんですよ。すごくない？そのね、ジャイロ技術、まあ結構ね、昔からあったんですよ。ラジコンのヘリなんかにはね、ジャイロ入ってたりとか、今のね、当然そのドローンの中にもジャイロ入ってるんだけど、もうそれが相当発達して、自由自在に FR でね、スピンしずにドリフトができると、そんなことになっているらしいので、きっといろいろ買ってみたんで、ちょっとね、どんな技術なのか今日ね、やっていきたいと思います。それではやっていきます。まずはね、開封するところからやっていきます。実は私ね、ラジコンは結構ねやってまして、全日本のファイナリストでもあるんで、でもドリフトはね苦手なんだよね。ちょっとできるかどうかわかんないですけど、やってみます。はい、それではね、ちょっと開封していきたいと思います。こちらがドリフトパッケージ、横もですね、これのもう出来上がってるね、完成品なんで、オールインワンでこのままね、ドリフトができるみたいなんですよ。さあ、開けていこう。え、これ出すだけ？え、これ出すだけじゃない？出すだけじゃない？はい。え、はい、終わり。あと何が入ってるの？走行のポイント、サーキット走行1日券、プロポ、プロポ、はい、そしてバッテリーかな、これ。あ、充電器か。充電器。バッテリーの充電器。そして、あ、バッテリーだね。横物。バッテリー。そして、なんだこれ。あ、セッティング用のね、パーツ類。そして説明書と簡単なね、工具類以上ですね。それではね、ちょっとね、中見ていこう。どんな感じになってるかね。ボディピンを外して見ていこう。オープン。わー、すごいね、すごい、めっちゃ柔らかいし、オイルダンパーでもない。オイルダンパーでもないんだけど、これ大丈夫か。はい、こんな感じ。フロント周りはこんな感じで、バッテリーホルダーがあって、まあ、アンプがついてるね。で、モーター、あ、ブラシモーターだね。ブラシレスモーターでもない。はい、そしてここにギアがあって、リアも駆動する。あ、え、FR。FR だね。あ、サーボもついてんだね。サーボもついてんだね、これね。全部ついてる。まあ、あと、ここにバッテリーを挿すだけで動くみたい。すごい。タイヤがね、ドリフト用のね、もう硬いタイヤだよね。そんな状態ですね。はい、ということで、ちょっとね、今から走らせようと思ってるんですけど、このキットね、3万5千円ぐらいで、こういうね、オールインワンなんですけど、実はね、もっとすごいキットも買ってあります。こちらですね。YD2 っていうね、ZX レッドバージョンっていう、よくわかんないね。結構ね、アルミパーツが多用されたね、こんなこう、なんていうの、プラプラしてない、もうプロ仕様みたいなね、最高峰キットも一応買ってあって、これでもね、一応ね、ラジコンドリフトをやっていこうかなと思っています。じゃあね、まずは初心者用のセットから何が違うかっていうのもね、比較していきたいと思いますので、まずは初心者用のセットからね、やっていきます。ジャイロ単体でちょっと紹介していこう。これなんだよね、これ、次世代ジャイロ登場。
4種類のジャイロモードの切り替え、ビギナーからエキスパートまで様々なスキルに対応可能。すごいね。初期感度、ドライバーのスキルによってアジャストだって。すごいよね。結構高い。7000円もしてる。エキスパート用に積む、これがブラシレスモーターですね。はい。そしてサーボね、双葉のサーボとくれば、これはね、81のエンジンカーの方で M17 エンジンカーの、ね、方で使ってるんで、こっちでね、電動用にね、一応 7PX っていうやつを持ってたんですけど、新しくね 10PX っていうのが出てたんで、これも買ってみました。8万8000円です。高っ。これもやっていきたいと思います。でも今回ね、そんなお金をかけることなく3万5000円でこれがついてるからね、まあ、今日のやつはこれでね、走らせたいと思います。はい。ちょっとね、バッテリー今充電してるんで、こんなの買ってこう。芝タイヤ、まあ、ドリフト芝タイヤがいいんでしょ、有名みたいなんで。芝タイヤのステッカー貼るとドリフトできるようになるのかなっていうね。芝タイヤ、ステッカーチューンかっこいいやん。かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。後ろも貼ってみようかな。かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。はい、じゃあね、バッテリーの充電が終わったんで、ここはこれでいいみたい。これで横も上にするか。こうしてこれをつなぐだけ。順番はある。あるのかな。昔のバッテリーだよね。最近のバッテリー、こういうコネクターじゃないんだけど。はい。もう一個のね、方は、ちゃんとね、新しいバッテリーでやりますからね。これはまあ、とりあえずオールインワンでどうなるかっていうね、話です。あれ？電池。動か、モデルとかこう、あれしなきゃダメなのね。え、こっちで、入りとか切りとかあるの？スイッチあんの？あ、スイッチあった。おお。もう動く。すごい切れ角。スイッチ入れるだけだった。もう走ってる。早速走らせよう。じゃあこれで本当にオールインワン、オールインワンだね。ボディピンを止めて、すごいね、カット済みってすごくない？こういうところが気になるんだけどね。こういうところ巻き込んじゃうから、のね、この止める位置もね、結構大事なんだよ、ラジコンって。ちょっとパカパカさせとくとね、アンダーになったりオーバーになったりっていうのを、こういうね、どのくらいきっちりこうボディを止めるかで決めたりもする。こんな感じ、こんな感じ。さあ、じゃあ早速走らせよう。さあ、走らせていこう。あ、すげえやりやすい。最初1本でいくわ。最初1本で、ちょっともうちょっと向こう、もうちょっと向こうで、これ邪魔、これ邪魔、これ邪魔、邪魔なのね。回収、これ回収、これ回収ね。さあ、正常円行ってみよう。すげえ難しいけど、できなくない。できなくないぞ。クリアか、これクリアか。あーっとっとっと
ガヤのモモさんに聞かなきゃ。クリアすかっつって。めちゃめちゃすごい切れ角だな。いやラジコンもさ、本当にこうドリフトっていうかもうグリップさせちゃうんだよね、こうやって。癖なんだよな、もうグリップ癖がついてる。でも本当にね、本当にジャイロ効果でもうスロットルコントロールともう多少のカウンターでオートカウンターって感じ。オートカウンターだね、ほぼ。それではちょっと八の字いってみよう。八の字コンタクトスプレー、モーター、ああ倒れちゃった。すごい、めちゃめちゃいいじゃん。本当にオールインワンで何の不満もない。不満も別になんかなんかパーツ変えたいとかそういうのないな。振り返し、ここで振り返しは無理だな。こっから振り返し、あカメラはやめて。よし、これで8の字。なんかグリップさせちゃう癖があるな、やっぱりどうしても。なぞっていう感じじゃねえもんな。全くコツとしては同じだな。全開にしない。めちゃくちゃ簡単。もうあとサーキット行かないとダメだな。ちょっと狭いな、ここだと。
はい、ということでね、やってきましたけど、こんな感じでね、ジャイロがすごいね。ジャイロ効果が本当にすごくて、めちゃめちゃ簡単にドリフトできるわ。はい、ということでまたね、向こうの方のアームキットもね、組んでいきたいと思いますし、ドリフトね、いろいろとやっていきますし、ラジコンの方もね、やっていきたいと思いますんで、フェラーリもな、最近乗ってないからな、乗ってあげなきゃいけない。はい、ということで、じゃあね、バイバイ。ということでやってきたんですけどね、今ね、大事なことが発覚した。iPhone がね、さっき倒れたじゃん。割れとった。画面割れてる。こっから振り返し。あカメラはやめて。大惨事、これ映せないのがあれだけどね。はい。割れとるわ。やってもうた。じゃあね、バイバイ。